2022年4月24日、西東京教会主日礼拝。聖書の箇所は、新約聖書ヨハネによる福音書第12章、44節から50節まで。賛美歌は358番です。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげる。喜び祝い、主に仕える。喜び歌って御前に進み出る。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、そのため主に養われる羊の群れだ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に。感謝を捧げ、皆を称える。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストに従う神様、あなたは御子主イエスキリストをお使わしください。その十字架の贖いによって、私もあなたの民、あなたの子としてくださいました。主は十字架からよみがえられ、私も救い主、私も王として、今もあなたの右にいてくださることを思います。そして御霊なる神様のお助けによって、今も私どもは主の言葉に耳を傾け、主が示してくださるあなたの御心にまた信じることが許されます。どうか今ここで礼拝を共にする者、ネットを通して礼拝を共にする者、その一人一人にあなたが御霊の助けを与えてくださって、拒み、信じないものになるのではなく、あなたの恵みを聞き、に信じる私のとしてください。私どもは今、コロナとの戦いをまだ続けています。まだ不安を覚え、これからの歩みがどうなっていくのであろうかと戸惑うところがあります。どうかしかし今、この病を甘く見るのではなく、きちんと見ながら、しっかりとした足取りで私どもの歩みを作っ
クライナだけでなく世界中に混乱がある、争いがあります。ウクライナでは顕著な形で戦争が続き、人々の命が奪われています。そこに現れてくるのは私も人間の罪であります。その罪をどのように克服していったらよいのか、世界中で尋ね求めることができます。罪と戦う力をあなたが与えてください。あなたが共に戦ってくださいますよ。新しい年齢を迎え、若い方たちをはじめとして新しい場所で新しい生活を始めている人たちがたくさんあります。その歩みをあなたが支えてください。与えられた志に生きようとするときに必要な力をあなたが与えてくださいますように。今このとき病の中にあるもの、年重ねて苦痛を担っているもの、さまざまな問題を抱えて倒れそうになるもの、あなたがその一人一人を下から支えてくださり生かしてくださることを信じます。この礼拝にあなたが御霊を持って共にいてくださることを信じ感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みます。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書第12章44節から45節までです。新約聖書新教訳聖書で193ページになります。ヨハネによる福音書第12章44節から50節までイエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて私を遣わされた方を信じるのである。私を見る者は私を遣わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く。なぜなら私は自分勝手に語ってなのだ。私を遣わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。先週からまず子供たちにイエス様の神様の語りかけを取り継ぐということを始めました。みんなのお父さんやお母さんはみんなのことを大切に思い愛しておられると思います。だからみんなのために心を注ぎご飯を用意してくださって食べさせてください。着るものを用意してください。安心して過ごし寝ることができる家を与えてください。みんなのことを大切にしてくださいます。それに対してみんなが別にお父さんやお母さんに大事にしてもらわなくたっていいよ、何にもしてもらえたって言わなくたっていい、そう言ってお父さんやお母さん
聖書では神様がみんなのことを大切に思って愛してくださって、みんなが安心して神様の手に守られて過ごすことができるように、そうおっしゃってくださいます。神様はイエス様をくださること、みんなのことを大切に思ってみんなのことを守ってくださいます。それなのに神様に向かってもそんなこといらないよ、神様に大切に思ってもらわなくたっていい、そういうふうに私たちが言ったら、子供に別にお父さんお母さんに愛されなくてもいいって言われたお父さんお母さんが悲しく思うのと同じように、神様も悲しまれるに違いありません。そしてせっかく神様が安心して生きることができるように守っていてくださるように、その神様が守ってくださるように、神様の手から出てしまって歩んでいったのか、そこには安心して歩むことができないようになってしまいます。イエス様をくださるのを私たちのことを大切に思って、私がみんなのことを守ってくれと思っているからね、そうおっしゃってくださる神様の言葉に対して、ありがとう神様、神様に守っていただけると安心です、そう言いながら神様に愛される子供として歩んでいきたいな、そう思います。お祈りをします。知らぬ神様、私たちのことを子供も大人もあなたに愛されて守られていることを思います。神様に守られなくたっていいやなんて言わずに、本当に神様に守られているから安心して歩むことができます。ありがとうございます。神様に感謝して歩む私たちとしてください。あなたの恵みに感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。先週私はイースターの礼拝を捧げました。そのイースターの礼拝では少しずつ読み進まれてまいりました。ヨハネの福音書の歩みから少し飛んで、ヨハネの福音書の20章の言葉に耳を傾け、主のご復活の恵みを味わいました。今日は以前の流れに戻ってまいりまして、読んでまいりました順序通り、ヨハネによる文書の12章44節以下に耳を傾けています。その44節に、イエスは叫んでこう言われた、そう記されています。来週から耳を傾けます。ヨハネによる文書の13章に入りますと、私もが最後の晩餐と申します、十字架を偶然とした主イエスキリスト弟子たちとのひとときの様子が告げられています。そこでは主イエスキリストが弟子たちに集中するように御言葉を語り、御業を表していてくださいます。その直前、今日の箇所で主イエスキリストを改めて群衆に向かって、すべての人に向かって叫んでおられる。そしてこの叫びは、その時主イエスキリストの周りにいた人たちに届くようにと願ってあげられた声というだけではなくて、あらゆる時代すべての人の心の一番中心のところにどうか届くように、そのような願いを込めて主イエスキリストが声を上げておられる、そう聞くことができます。そこで主イエスキリストが言われるんです。
私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者は誰も暗闇の中にとどまることがないように、私は光として世に来た。まずこう告げておられます。主イエスキリストは、私を信じるということは、それは私をお使わしになった死なる神様を信じる、そして死なる神様の御心を、御業を見ることになるんだ。そしてこの死なる神様を信じ、死なる神様を見る者は誰も暗闇の中にとどまることはない。そのようになるように私は光として世に使わされてきたんだ。そう改めて語っておられます。そして47節からは、私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。そう語っておられます。ここで私の言葉を聞いてそれを守らないというのはどういうことだろうかと思われますか。私の言葉、私の掟、私が告げること、それを聞いて守らないものがいてもと言うんです。先ほど申しましたように13章に入ると最後の晩餐の様子が告げられますけれども、新教大学聖書では13章の31節以下のところに新しい掟という見出しが付けられています。そこで主イエス・キリストが語られたのは、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいという御言葉でした。このように主イエス・キリストが与えてくださる掟を聞いて守らないものがある。そのようにこの書の言葉を聞くことができます。主は互いに愛し合いなさいとおっしゃる。でも実際の自分のことを考えると、とてもではない、あの人のことを愛せない、あの人とは共に過ごせない、そのようにつぶやきながら愛し合うということができない。主イエス・キリストの言葉を聞きながらその言葉を守ることができない私ではないか。でもそのような私についても主イエス・キリストは、世を裁くためではなく世を救うために私は来た、そうおっしゃってくださる。よかった、会いに来ることができない私のことも主が許してくださる、お救いください。そのような恵みとしてこの主の言葉を聞くこともまた許されると思います。しかし続いて48節まで、私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く、そう言われるわけです。そうするとこの48節の私の言葉というのと47節の私の言葉というのは別のものなのだろうかと考えると、同じものなのではない。そうすると終わりの日にはその同じ主の言葉が、主の言葉を受け入れない者を裁くというんです。その言葉についてさらに49節からは、なぜなら私は自分勝手に語ったのが、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからで、父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのだ。
私に対して、私はあなた方の神、あなた方を愛する者として、あなた方を私の愛する子たち、愛する民として罪から取り戻した。だから私の子、私の民として生きなさい。あなた方を神の国に生きる者とする。だから神の国に行きなさい。その神様の言葉を主イエスキリストは人としてお生まれになり、人々に述べ伝え、その言葉が事実となるように、十字架でご自身の命を贖うとしてくださる。その出来事によって私も神の子、神の民として、神のものを取り戻してくださったのであります。それが主が語ってくださった言葉、宣教で語られただけではなく、十字架という出来事によって告げ知らせてくださった言葉です。先ほど読んだ50節で、父の命令は永遠の命である、そう記されています。この父の命令というのは、主イエスキリストにこのように語りなさいと命じられたその命令というふうに読むこともできますし、神様がその言葉を通して私たちに命じられるんですね。私の恵みに行きなさい、私があなた方を私の子としたんだから私の子として生きなさい、それが命令です、ね、そしてこの命令はそのままに永遠の命だというんです。神様から何かこんな風に生きなさいねという掟が示されて、その掟を守ることができたらば命が与えられますからね、ご褒美として命を与えましょうということではないんです。そうじゃなくて、神様の命令は、私はあなた方に私の恵みの中に生きる永遠の命を与える、だからこの命に生きなさい、それが神様の命令です。ですから神様の言葉、神様の命令、主の言葉自体がすなわち永遠の命です。その言葉が終わりの日に私どもを裁くというんです。恵みの言葉が私どもを裁くんです。終わりの日、父なる神様がその王座、御座から主と共に私どもに語り直してください。私はあなた方の罪を許すために、この御子をあなた方のところに使わせ、その命であなた方をあがなった、そして今私はあなた方を私の子という栄誉の中で神の国に迎える。さあどうかこの恵みと喜びを受け取って味わい、喜びを共にしてほしい、そう神様がその御座から語られる時に、どうしてそれを拒むことができるだろう、いらない、神様そんな恵みいらないなんて言えるだろう。誤解を恐れずに言うのは、サタン、悪魔でさえ神様本当にありがとうございます、あなたに逆らってずっと歩んできた私まであなたの恵みに入るように変えられました、主の十字架の出来事によって新しくされました、もう私はあなたの邪魔をする存在ではなく、あなたの前に膝を折りひざまずく存在に変えられました、そのように言い表すのがないのではないだろうか。しかしもしそこで終わりの日に、そこまで神様が語っていてくださるのに、あなたの恵みなんかいらないという存在があるとするならば、
その恵みの光から逃れ出るようにして闇に進み出ていこうとするものがあるとするのか、それ以上の裁くはないと思います。終わりの日に裁くのは恵みであります。神様が本当に命がけで私に差し出してくださる恵み、その恵みを拒むということがあるなら、その恵みによって裁かれるのであります。私は先々週、主イエスキリストが御言葉を語り御業を行っても信じない人々がたくさんあったことを、ヨハネの福音書12章の43節までのことを読みました。そしてその時に神様が聞く者の耳を閉ざし心を閉じて信じない者が生まれるということを見ました。今私どもは主の言葉を教会が間接的に響かせるんですね。教会の間にとって主の言葉を響かせるんです。そのためにやっぱり聞いてくださらない方たちがたくさんいる、信じることができない方たちがたくさんいる。でも信じるんです。終わりの日に神様がこの御言葉の恵みを響かせてくださったらば、この恵みは本当に一人一人の人の心の一番中心のところまで届いて、その人たちをひざまずかせて、その人たちが喜んで神様の恵みをいただいて信じることが許されるようになる。そのことを信じながら私たちは今主の言葉を人々に響かせながら、そして私たちが信じないようにならないで、私たちが信じるものになるようにしてくださいと神様にお願いし続けるんです。私たちが差し出されているものにはまず感謝して受け取って喜ぶことができるようにしてください。そう言ってもらうんです。今私どもは主イエスキリストによって暗闇の中にとどまるのではなく、主が与えてくださる光の中で神様の恵みの御業、神様の私を愛してくださる、私も愛してくださる御心を見、聞き、信じることが許されるのことをされているのです。お祈りをいたします。至らなる神様、あなたがどれほど私の大事を持って愛してくださり、私の救いのために心を抱き、御業を行ってくださったかということを思います。そしてどれだけ私もがそのあなたの恵みの大きさを軽んじ、その恵みを感謝して受け取ることをおろそかにするか、そのことを思います。何よりも今両手を広げて精一杯あなたが与えてくださる恵みを受け取り、感謝する私のとしてください。その喜びを教会で共にし、また多くの人々をこの恵みに招くことができますように。そしてあなたの恵みに向かって共に歩ませてください。この恵みを主イエスキリストによって祈り願います。アーメン。賛美歌351番、Thank you.
主があなたを祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。